はい、皆さんこんにちは。今までの実践経営大学の藤井です。今日も実践経営大学で学んでいきましょう。まあコロナになってからね、まあ当社も本当にオンライン研修増えましたね。まあ9割以上じゃないですかね。まあ若干ですね、リアルで行くケースもありますけども、まあ今オンライン、あるいはハイブリッドがすごいんですけども、オンライン研修はですね、リアルとは違うっていう、こんなことも含めて、オンライン研修ではジグソー法を使おうと、こんなお話をしたいと思います。ジグソー法って何かっていうことなんですね。この方です。アメリカの心理学者で、カリフォルニアの、ね、大学のサンタクルーズ校の名誉教授、エリオット・アロンソンが、ね、提唱した内容です。その背景なんですけども、学校で、ね、白人と黒人の子供は、ね、教育のレベルが当時あったんですね。そうすると白人の子供ばっかりがですね、積極的で黒人の、ね、お子さんは劣等感で授業に、ね、あまり参加できなかったといった時に、このジグソー法を伺いました。こちらね、本に関しては詳しくこの本に書いてますし、日本でもですね、全く同じじゃないですけども、まあ、ジグソー法を紹介した本が、まあ、5、6冊出てますね。私も何冊かは買ってます。お互いに、ね、協力しなければならない学習を作れば、それは白人のお子さんと黒人のお子さんが作ればですね、解決できると考えたのが、この開発の背景です。じゃあ進め方は何かっていうことなんですけども、これはね、森祐介さんって方 のサイトから引用させていただいてますけども、最初ねこういうねジグソーグループで、A グループ、 B グループ、 C グループ、 D グループ、これ普通やりますよね。ところがね、テーマを設けて、今度営業なら営業、広報なら広報、人事なら人事、経験は経験というように、それぞれの分野ごとに集まる、これをエキスパートグループ。そしてまたですね、ここで、議論を深めた、それぞれの分野で議論を深めた後にですね、元のジグソーグループに戻すといったことでですね、まあ、これだとね、全員がね、必ず役割を取って発言しなくてはいけなくなりますから、非常に面白いやり方ですね。まあ、これ以外にもね、いろんなやり方ありますけど、これも本当に合理的なやり方だと思います。まあ、そういう意味でね、具体的なプロセスとして何かっていうことなんですけども、まあ、一人のね、まあ、今言いましたね、課題をホワイトハウスされて、これジグソーグループ、そしてグループごとに誰か確認してね、何が担当するか決めて、そして同じ課題組織が集まって、課題の理解分析を行う、これをエキスパートグループ、そして元のグループ戻り、知識の共有を図り、新たな課題解決等に図るということなんですが、効果はですね、各自がね必ず役割あります。そして遂行されないとチームの課題がクリアできない構造になってますので、例えばね、さっきの件だと人事の件だけ話がないっていうのも困りますから、それからね、一人一人のモチベーションが高まって、チーム内の協調性も高まると、こんな効果があると言われています。そしてね、じゃあオンラインでなぜっていうふうにね、言ってるのを一つね、進め方をご紹介したいと思います。まあ一つはね、課題提起する、これは、まあ、全くそうですね。今問いを設定して、そして受講生が知ってる知識を部品を組み合わせてね、解けるように設定して、その問いを解くにね、必要な資料、知識のパート通りに準備して、こんなことになります。でステップ0が終わったら、ステップ2、1ですね、自分の分かっていることを意識化する、ことですね。ですから受講生は問いに対して一人でね、思いつくことを、まあ、例えば書いてみるんですね。そうすると、私こんなことして、あんなことして、こんなことしてるようになりますね。そしてその次はですね、エキスパート活動で専門家になるってことなんですけども、同じ資料を読み合う、グループを作って、その資料に書かれた内容は意味をね、話し合うと、こんなことになります。そしてジグソー活動でまた今度ね、交換して統合させると、さっき言った通りですね。これはいいですね。まあさっきね申し上げたんで、もうこの辺はさらっとでね、はい、まあ違う人たちをね、組み替えることに、これザーッとしたりとかね、エキスパート活動でね、分かってきた内容が説明し合うということも、ここもね、自分で話すというこういう機会も出ますしね、考える機会もあります。元の資料を知ってるのはね、自分一人なので、自分の言葉でね、自分の考えをね、伝えるようにしないと、説明できないですね。ですから必ず参加することになります。そして自分の理解状況をね、内省したりとか、あ、自分はここまで分かってるな、ここまで分かってないな、そして新たなね、疑問を持つような活動につながります。これも重要ですね。どうしてもグループ討議やってますと、ものすごくね、積極的な方と、そうじゃない方、さっきのね、黒人の、お子さんと白人のお子さん、こんなになっちゃいますから、これは大人の研修でも一緒です。それは他のメンバーから、他の資料について、ね、説明を聞き、自分が担当した資料との関連を考える
中で理解が深まる。そしてメンバーの理解が深まったところで、各パートの、ね、知識が組み合わせて問いへの答えを導き出す、こんなことがあります。そして、クロストークですからね、答えが出たらその、ね、根拠を持ち合わせてクラスで発表します。そして、他者の意見も耳に入れて、そして自分たちも自分全体の、ね、発表という形で表現を再確認します。そしてお互いの答えと根拠を検討して、その違いを通して一人一人が、ね、自分なりの求める義務する。こういう過程は必ずですね、まあ、相当ですね、自分で考えないとうまくいかないんですね。そして最後リフレクションすると、まあね、課題に向き合って、そして最後一人でね、もう一回問いの話を見て、記述してみると、そうすると学びが整理になるということですね。ですから、まあ、何が言いたいかというとね、まあ、こういう中で誰かがね発言がないとか、そういう機会がないですね。ケースの検討の中でも使えるなというふうに思いますね。ケースメソッドの基本的な考え方を提示します。でそうするとね、まあ、これ詳しくね、あの YouTube でお話ししますけどね。その後ね、ジグソーグループでケースを読み込みます。で各分野ね、じゃあ A さん人事面やって、 B さんマーケティング面検討して、 C さん財務面検討して、こうなります。そしてですね、今度はそれぞれですね、エキスパートチームに分かれて、それの分野を深掘りして、そしていろいろあったことを話します。そしてジグソーグループで各自に戻り、解決策を検討するとなると、まあ、ハーバードだとか慶応だとか一橋とか、かなり分厚い資料なんですけども、これもですね、まあ、割とですね効率的に検討できる、これも使えるなと思いますね。じゃあオンライン研修のメリット、これ何かっていうとですね、あのブレイクアウトセッション、もう皆さんね、多くの方経験されたと思いますけど、リアル以上にですね沈黙の時間がですね多くなるっていう、こういうね特徴がありますけども、この部分はね少なくなります、なくなります。それから短時間で深掘りと全体共有の両方ができますからね、これもね効果あると思います。そして全員が役割があるので、学習効果にね参加のばらつきもなくなるといったことがあります。ということで今日のまとめをしたいと思いますけれども、あのブレイクアウトセッションはね、単なるあの情報交換の場ではもったいないですね。そしてオンライン研修はね、オンライン研修でもあの効果があり、かつね相性のいいね進め方があります。その一つがですね、今日ご紹介した、ジグソー法をはじめ、まあいろんなねアクティブラーニングの方法があります。これもねオンラインに相性がいいものとそうじゃないものがありますけれども、積極的にですね、オンライン形式も活用して、まあ、学習効果を高めたらいいんじゃないかなと思います。ということで今日はですね、ちょっと研修の方法、これはですね中学校高校で、ね、あれ小学校で、もともとですねあの開発された方法ですけども、だからあのあまりね大学院とかああいうところではやってませんが、大学とかやってませんけども、私はね、こういう方法って非常に有効なので、まあ、でも大学でもね東大だとか早稲田とかやってますね、やってますけども、非常に有効なんで、企業研修でもですね、当社もやってますし、ぜひ活用されたらいいんじゃないかなと思います。ということで、こういう実務に密着したお話もしますし、それ以外にもねニュースになってるコメント、ね、ことに対するコメント、それから、経営学の基本、企業事例等々いろいろお話してきますので、ぜひ一緒に学びましょう。よかったらチャンネル登録お願いします。今日もご清聴ありがとうございました。